学生野球、アマチュア野球、そしてプロ野球にもこう恩返ししていかなきゃいけない、そういう我々2人はこう使命があると思うんですね、はい、でその使命に向けて2人でこう力を合わせて貢献できたらいいなって思ってましたし、またそうできる日をですね、あの心待ちにしたいなと思います。清原さん最後に会われたのはでもうそう3年前ぐらいになりますかね、はい、まあ、僕もあの小柔道のようにね、こういうことは良くないとかこうしなきゃいけないとかって引退後も言い続けてきたので、まあ、それが言えるのが僕だと思いますんでね、まあ、その小言というのに嫌気をさしたんでしょうね。もう一切あの、まあ、関わらないでくれということを言われて3年ぐらいになりますかね、はい、それから、まあ、電話もしてませんし会ってもいないですね、はい、井ノ原さんの方から、うん、そうですね、はい、あのもう一切関わらないでくれと、まあ、何度も確認したんですけど、うん、もうそれでいいっていうんで、まあ、お互い大人ですしね、うん、でお前がじゃあそう言うならそうしようということで、はい、今思い返すとあの時もああしてやればよかったとか思うことありますか、うん、まあでも僕も引退してから現役時代よりも引退してからの方がよく電話で話しましたんでね、うん、まあ、僕自身はやれることはやれたとやってきたと思います、はい、今清原さんに会えるならなんと言ってあげたい。うーん、そうですね、まあ、彼の性格一番知ってますからね、まあ、どういうふうに時間を過ごしているかっていうのも分かります、はい、まあ、ただそうですね、今言えるのはまあ、の野球にはですね、こうやっぱりピンチになれば代打とかリリーフというのがあるんですけど、やはり自分の人生にやっぱり代打もリリーフもないんですよね、はい、ですから現役時代数々のね、あのホームランを打ってきた男ですから、また自分の人生でもね、あのこう綺麗な放物線を描く逆転満塁ホームランを打ってもらいたいですね、はい、それが、まあ、今の一番の思いですね、はい、何か言ってやりたいこととかやってやりたいこととか、いやもうその一言につきます、人生には代打もリリーフもいないということですね、はい、もうそれで彼はよく理解できると思うんですね、もう自分がやるしかないですから、はい、本当に素晴らしいね一打をまた打ってもらいたいなと思います。このニュースで傷ついた野球少年たちかなりたくさんいらっしゃると思います。そうですね、まあ、僕は彼ともよく話したんですけど、野球にはこう3つの側面があると、一つはプレーする野球ですよね、現役時代はプレーで全力で見せていくということが大事だと思いますね。で、引退した後は何があるかというと、支える野球と見る野球だと思うんですね。我々2人はまだこうゆっくり見るというのは早すぎます。また次のステージだと思うので、引退したこれからは支える野球を全力でやっていかなきゃいけないと。ですから、その支える野球のステージでも、まあ、4番であり、エースでなれるように、これからしっかり野球界を支えていこうっていう話もしてましたんで、うん、まあ、そこにこ うまく移行できなかったんじゃないかなと、気持ちの切り替えがね、はい、いつまでもプレーする野球の4番バッターでいるその自分が忘れられなかったというか、変わりきれなかったというかね、うん、そこが非常に、まあ、残念なところでもありますけどね、間違いなくもう誰もが引退するわけですから、今度はプレーする野球ではなく支える野球でこうエースなり4番になれるようにですね、うん、まあ、僕自身そうやって意識しながら
いろんなことを勉強させてもらってるんですけど、はい、2、3年前まで連絡取られて、はい、その最後の上司に関わらないでくれって言われて、その時もつらい思いがそうですね、まあでも、まあ、先ほども言いましたようにもうただ子供じゃないですからね、学生でもないですし大人ですから、あの、まあ、何度も確認したんですけど本当にいいのかっていうことをね、うん、まあいいと、うん、いうことだったんで、うん、まあ分かったと、うん、いうことでもう3年ぐらいになりますかね、はい、3年近くですね。まあでも昨年末ね、よくテレビとかも出てましたんでね、本当に安心して、あの頑張ってるなと思って、まああの昨夜放置新聞の原稿にもね書いたように、1月にあったピエール学園の野球部のね OB 会でも同級生みんなで喜んでたんですよね、はい、またみんなで会いたいなっていう話もしましたしね、まあ、そういう矢先だったので、まあ、非常にこうびっくりしてるっていう感じですけどね、はい、ホームランを打ちましたけど、はい、野球界にも満足点を、まあ、先ほども言いましたけど、そういう使命があると思う。なぜなら僕たち2人は高校時代からね、野球からあんなに幸せをいただいたわけですよね、はい、ですからあの他の選手以上にあの恩返ししていかなきゃいけないと僕は思ってますね、はい、まあ、そのためにもね、あの何でもそうピンチを救ってきたね、ホームランでまたなんかそういう司会性のホームラン見てみたいですよね。はい、まああのいろいろあるんですけどね、あの本当の彼は、まあ、あの新聞紙上でも書かれてますように優しくてですね、あの人思いでですね、思いやりがあって、まあ他にもいっぱいいいとこがあるんですね。まあ勉強でも僕はこう冷静な目で見て、あの彼は勉強もし僕と同じようにやればね、僕以上にできる素質を持ってるんで、それぐらい頭の切れる男でもあるんですね。ですから、まあ、この本当の木原和弘というね男を知ってる一人としてですね、あの心痛い噂をよく聞いたんで、うん、そうじゃないだろうと、うん、まあ、スポーツマンである、またこれから野球界に貢献し恩返しして行かなきゃいけない立場であるね、我々二人は、まあ、そういうなんかいろいろな噂が出るのは良くないと、うん、で当然僕自身もいろいろ気をつけなきゃいけないですし、お前も気をつけないとダメだぞという話をね、まあ、あの断るごとに、まあ、電話して言ってたんでね、また聞くとすぐ電話してこんな噂流れてるけどどうなってんだとかね、うん、そういうことを言ってたんで、まあ、彼にとっては非常に耳障りだったと思いますね、はい、まあ、そういうのがそう何年 4,5 年続いたんで、もう彼ももうほっといてくれっていうことになったんですけどね、はい、まあ僕だけじゃなくてですね、やはり彼もあの僕と違ってね、こう社交的ですしね、たくさんの知り合い友人がいると思いますんでね、みんなでこう彼を支えてあげるということも大事だと思いますね。まあ、彼が頑張ることがあの大前提なんですけど、まあ、プラス僕たちもみんなでこう支えてあげるということも必要だと思いますね。引退してから、現役時代よりも引退してからの方がよく電話で話しましたんでね。うん、
僕自身はやれることはやれたと、やってきたと思います。はい、今、清原さんに会えるなら、なんと言ってあげたり。そうですね、まあ、彼の性格一番知ってますからね、まあ、どういうふうに時間を過ごしているかっていうのも分かります。はい、まあ、ただ、そうですね、今言えるのは、まあ、の野球にはですね、こうやっぱりピンチになれば代打とかリリーフっていうのがあるんですけど、やはり自分の人生にやっぱり代打もリリーフもないんですよね、はい、ですから現役時代数々のね、あのホームランを打ってきた男ですから、また自分の人生でもね、あのこう綺麗な放物線を描く逆転満塁ホームランを打ってもらいたいですね、はい、それが、まあ、今の一番の思いですね、はい、何か言ってやりたいこととかやってやりたいこととか。いや、もうその一言につきます。人生には代打もリリーフもいないということですね、はい、もうそれで彼はよく理解できると思うんですね。もう自分がやるしかないですから、はい、彼が引退するわけですから、今度はプレーする野球ではなく支える野球でこうエースなり4番になれるようにですね、うん、まあ、僕自身そうやって意識しながらいろんなことを勉強させてもらってるんですけども、はい、2、3年前まで年末捉えて、はい、最後は上手に使わないでくれって言われて、その時にも期待を持ってたんですね。そうですね、まあ、でも、まあ、先ほども言いましたように、もうただ子供じゃないですからね、学生でもないですし大人ですから、まあ、何度も確認したんですけど本当にいいのかということをね、うん、まあいいと、うん、いうことだったんで、うん、まあ分かったということで、もう3年ぐらいになりますかね、はい、3年近くですね。まあでも昨年末ね、よくテレビとかも出てましたんでね、本当に安心して、あの頑張ってるなと思って、まあ、あの昨夜報知新聞の原稿にもね書いたように、1月にあった PL 学園の野球部のね OB 会でも同級生みんなで喜んでたんですよね、はい、またみんなで会いたいなっていう話もしましたしね、まあ、そういう矢先だったので、まあ、非常にこう、はい、本当に素晴らしいね一打をまた打ってもらいたいなと思います。このニュースで傷ついた野球少年たちがかなりいらっしゃると思います。そうですね、まあ、僕は彼ともよく話したんですけど、野球にはこう3つの側面があると。1つはプレーする野球ですよね。現役時代はプレーで全力で見せていくということが大事だと思いますね。で、引退した後は何があるかというと、支える野球と見る野球だと思うんですね。で、我々2人はまだこうゆっくり見るというのは早すぎます。また次のステージだと思うので、引退したらこれからは支える野球を全力でやっていかなきゃいけないと。ですからその支える野球のステージでも、まあ、4番でありエースでなれるように、これからしっかり野球界を支えていこうっていう話もしてましたんで、うん、まあ、そこにこううまく移行できなかったんじゃないかなと、気持ちの切り替えがね、はい、いつまでもプレーする野球の4番バッターでいる、その自分が忘れられなかったというか、変わりきれなかったというかね、うん、そこが非常に、まあ、残念なところでもありますけどね。間違いなくもう誰も学生野球、アマチュア野球、そしてプロ野球にもこう恩返ししていかなきゃいけない、そういう我々2人はこう使命があると思うんですね、はい、でその使命に向けて2人でこう力を合わせて、
貢献できたらいいなって思ってましたし、またそうできる日をですね、心待ちにしたいなと思います。清原さん、最後に会われたのはもう、そう、3年前ぐらいになりますかね、はい。まあ、僕も、小柔道のようにね、こういうことは良くないとか、こうしなきゃいけないとかって、引退後も言い続けてきたので、まあ、それが言えるのが僕だと思いますんでね、まあ、その、小言というのに嫌気をさしたんでしょうね。もう一切関わらないでくれということを言われて3年ぐらいになりますかね、はい、それから、まあ、電話もしてませんし会ってもいないですね、はい、井ノ原さんの方から、うん、そうですね、はい、もう一切関わらないでくれと、まあ、何度も確認したんですけど、うん、もうそれでいいっていうんで、まあ、お互い大人ですしね、うん、じゃあお前がじゃあそう言うならそうしようということで、はい、今思い返すとあの時にああしてやればよかったとか思うことありますか、うん、まあでも僕もびっくりしてるっていう感じですけどね、はい、ホームランも行われましたけど、はい、野球界にも、まあ、先ほども言いましたけど、そういう使命があると思う。なぜなら僕たち2人は高校時代からね、野球からあんなに幸せをいただいたわけですよね、はい、ですから他の選手以上に恩返ししていかなきゃいけないと僕は思ってますね、はい、まあ、そのためにもね、何でもそうピンチを救ってきたね、ホームランで、またなんかそういう起死回生のホームラン見てみたいですよね。清原さんも今日何かお会いになってたんですか？まあ、いろいろあるんですけどね、本当の彼は、まあ、新聞紙でも書かれてますように優しくてですね、人思いでですね、思いやりがあって、まあ、他にもいっぱいいいとこがあるんですね、まあ、勉強でも僕はこう冷静な目で見て、彼は勉強もし僕と同じようにやればね、僕以上にできる素質を持ってるんで、それぐらい頭の切れる男でもあるんですね。